さんこんにちは。今日はまたメイクというか変装というかやっていきたいと思います。ではスタート。ではまず最初に今日もベースからね、ちょっとこの鏡とこの画面とこっちの画像のねあれを見ながらやっていきたいと思います。ではまず最初にベース、今日は途中でね、わかると思います。何をやるか。まずベースのやつを塗っていきます。これね、白。名前なくて絵の具とかで白をね、塗ってたんですけど、肌がね、絵の具が乾くとカピカピになっちゃうんで、買いました。こういう。なんかちょっと、メリ系を塗っていきます。白塗りにしていきます。全部塗っちゃっていいのかな。こんな感じ、全部とりあえず白く塗っていきます。あ、デーモンさんじゃないですデーモン閣下ではないです。こんな感じ。あ、すごい、結構真っ白になる。これ最強、嬉しい、いい感じ。全部ね、全体に全部塗っていきます。伸ばす、指でひたすら伸ばす。ちょっとここら辺もひたすら白く伸ばします。まつげについちゃうと最悪なんで、なんか赤いアイシャドウつけてたからなんかピンクになっちゃう。こんな感じ、なんか汚い。この細かいところは後で伸ばしていきます。とりあえず全部ね、全部口もとりあえず全部塗っとくか。白くこの辺も、この辺もちょっと全部、今日は簡単です。白塗りにしてだいたいこんな感じでまんべんなく白く塗ったら、前回ね、眉毛描くね、ペンがなくて油性のペンでね描いてしまったので、今日はちゃんとね黒いの買ってきました。これは描けるかわかんないんですけどね、これで眉毛を描いていきたいと思います。眉毛、おお、描ける、描ける、すごい。なんかもうちょっと位置を決めて、そう、困るの。こんな感じかな。なんかすごい顔で。顔中眉毛、この眉毛で大体わかると思います。ていうか白塗りでわかりますよね、大体最初の時点からもわかってるとは思いますけど、一応徐々にねそれらしくなってくると思いますので、こんな感じ。これいいな。感じで中を塗りつぶす。ここがこんな感じかな。こっちも太くして、これにつなげる感じで塗りつぶす。だんだんいい感じになってきた眉毛。え、これなんか最強。なんかドンキーでね買ったんですよ、ペイント用の顔の。塗りやすい。こんな感じ。ちょっとね鏡がね離れてるから見にくい。なんかそれらしくなってきたって、もうなんかあんまり他に化粧するとって
ないんです。あと口紅塗って終わりぐらい。早くない？早ー。こんな感じで一応眉毛できた。こんな感じ？もうちょっと太いかな。こんな感じでできた。早い。どうこれ。それでちょっとまあ後で微調整するとして、次口紅です。口紅もなんか、口紅は自分が持ってるねやつのなるべく赤っぽいのを使って、ここら辺、これ直接書いておくな、こんな感じ、じゃんじゃんって感じ、こんな感じかな。ちょっと下に、あんな感じ。こんな感じ。なんか唇ちょんってちっちゃいイメージ、あんな感じかな。できた。あとちょっと微調整しますので、一応メイク仕上がりました。嬉しいな。バカだこれ。バカ言っちゃうのでーす。